はい、どうもこんにちは、タッカキッチです。さあ、ちょっとね、昨日ちょろっと話したんですが、なんとあの素材が急に高くなってるということで、柔らかウール、しかもね、品数がね1778品も出てるのに、この値段さあ7400、まあだいぶ昨日よりも少しね、またさらに下がっちゃったんですが、まだまだでも7400ゴールドする、まあレアドロップで落ちる、まあ素材の割には他の比べてちょっと安いんじゃねえかって思われる方いますよね。今日はですね、これ、はい、どどん、虹色の塗りきれが1600ゴールドかな。まあちょっとね、話を聞くと99個入りだと値段が下がる上にちょっとね時間がかかるみたいなんですが、まあちょっと小出しに売ってていけば、まあまあね、値段も高いしそこそこ売れるということなので、この2つをね狙っていきたいと思います。ツードロとレアドロがうまい。さあ、そのモンスターはと言いますと、このモンスター、虹色の布切れと柔らかウールが落ちるんです、2つとも。これはね、今だったらもうこいつに乗り込めーですよ。で、このモンスターが出現するマップが、さあ、この閉ざされた水路なんですが、まず一つ目は、閉ざされた水路のこの奥のね、今丸いポッチがついてるところあると思うんですけど、そこまで行かないといけない。そしてエレベーターで行ったところの3階の F5 の辺に、こちら、シルエットが2匹今いるんですが、ここ一角だけなんだよね。なので、閉ざされた水路はあんまり正直、おすすめではありません。さあ、次にね、こちら魔言都市、ゴーラ寮のマデッサンス入り口、この棺桶に乗った先に一マップまたいで、はい、こちらにいます。はい、こちらにね、可愛くトロンといるよね。わーい、今日もコロコロチキチキペッパーズの動画見て行っちゃってる、しようかなテーペロとか言ってね、そんな可愛くいるんですが、まあ、このようにね、周りにちょっとね、他の別のモンスターがね、いて、ごちゃごちゃして、間違えてね、当たってしまいそうな可能性があるので、ここよりも、そして3つ目、ここがおすすめかな、魔言都市ゴーラ跡。もう、アビスジュエルで、入り口からすぐなんだよね。まあ、ここだとちょっと少ないんだけど、奥行けば、結構固まっているのよね、このニードルマン、キョウちゃんたちが。なので、ここが一番いいんじゃないかと、はい、おすすめしたいと思います。で、早速ね、器用さ肉まんを、はい、食べさせて。さあ、ということでね、30分間。おっと、ゲノミちゃん、ありがとう。なんか魔界ってさ、結構ゲノミ出るよね。そういうイメージなんですけどね。なんか、普通の五大陸とかより、で、勝ってるよりはゲルミの出現率が高いような気がするんですけど、僕の気のせいでしょうか。さあ、でもね、公式のね、あの指導討伐イベントでね、そういったコンテンツをどん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 やってくれることによって、かなりね、バザーが活性化されるので、ああいういったコンテンツはね、ちょっとね、ちょいちょいやってほしいよね。まあ確かに福引券40枚ってしょぼ、誰がやるかって思うけど、ただやっぱね、指導イベントとかやってない人からすればいいタイミングだしね、お、やろうかって、やりに行こうか、クエストクリアしてないから、やりに行こうかっていう気持ちにもなるしね。まあ何より、体制をね、買う人がね、増えるんでね、その時に。またさらにね、バザーの活性化がありますよね。はい。お、いいじゃない。まあ、ああいったコンテンツをちょい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 間に入れてくれないと、正直ね、バザーはそのままだと売れないもんね。なんかそれを思ったのが、装備。最近ランプ、壺、錬金やってる人、売れにくくないですか？まあ、全く売れないってわけじゃないと思うんだけど、前よりやっぱりね、もう揃えた人が多いせいか、装備が全く売れない。まあ僕もね、ロードリーの頭に、怯えを100つけて売ってたんですけどね、初手1つけて。結構売れるときは、おっと、ちょっと待って、売れるときは、
もうその日のうち3、4時間ぐらいで売れるんだけど、最近なんか安値にしても全然売れない状態が続いたので、このままね、何もねコンテンツが来ない状態が続いたらね、全くバザーの活性化がなくなってしまうので、あのフォレースと糸もねだいぶ値段が安くなってきたので、さあバザーがね、おーっとこれは、はい、マヒガード、マヒガードありがとうございません、マヒガードありがとうございません、トガビトまでね冷え切った状態だとちょっとまずいでね、ここはちょっと運営さんがね、おーびっくりした、はい逃げていく、そうだよな、はいあるある、メタルキングあるある、即逃げね、あるある、ここは運営さんがちょい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 相の手でコンテンツを入れてくれることによってバザーは常に活性化していくということなので、入ったイベントは入れてきてほしいですよね、指導イベント。さあということでね、残り何時間、何時間、何時間ねえや、残り10、20分ぐらい頑張ってね、柔らかウール集めていきたいと思います。はい、ってことで、まあ、今日はなんでこんな終わり方だったというと、なんかコメントとかで、おい高吉、ちょっと一番いいところ、いいとこ取りとか延長して料理切れてるのにそのまま盗んでんじゃねえかとかっていうね、コメントとかねたまにあるのよね。なので、はい今ちょうどね切れました。さあ結果はどれぐらい盗めたかというと、こちらドドン、結構盗めたな、柔らかウール18個と虹色の胸切れ87個、結構盗めるね、このぼっくん、ぽっくん、ちょっくんちゃうわ、小学生、小学生ちゃうわ、ニードルマン今日こんな可愛い顔して、こいつのねボケで笑った時の顔がねめちゃくちゃ可愛かった、めちゃくちゃ可愛かった。じゃあ早速ね売っていきましょう。18個取れたのでどれぐらいなんだ、7400かな、7400ゴールドぐらいだね、7400取って、待ってこれぐらいか、7400ゴールドぐらい13万3200ゴールドからの87個なので、これ一気に売るとねだいぶねちょっと損するような気がするんですよね。なので10個売り1500ゴールドで売れるの、これ10個売りだと1500ゴールド売れるんだね。なので10個売りで売っていきたいと思います。なので全部で26万3700ゴールド、27万ですね。さあ運営さん、どん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 こういうコンテンツを作っていただいてね、ちょっとでもバザーを、ちょっとでもバザーを活性化するようなイベントをこしらえてください。さあ今日はですね、柔らかウールと虹色の布切れを盗み検索してきたっていう動画でした。本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。